んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日は自己評価を高めるという誘導瞑想をお届けします。こんな人はいませんか？とても実力があって、会社では認められて、そして本当に結果を出しているような人なのに、世間からの評判が悪いというような人です。まるで安倍首相のような人ですよね。これはどうしてこうなるんでしょうか？このタイプの方はとても努力家なんです。その元はというと、実はとても強い劣等感なんですね。この劣等感は高い自己イメージから来ます。つまり子供の頃にとても高い自己イメージを持っていたんですけれども、もちろん子供ですから実際の実力はありませんよね。ですからその高い自己イメージに合わせるように、自分はダメだダメだと言いながら努力をしていくという人たちなんです。そうすると実際によく勉強して一流の学校に入ります。でもこのタイプの方々は、例えば高校に行っても大学に行っても周り中が一流の人たちなので、常にやっぱり自分はまだまだだと思うようになってしまうんですね。とはいえやはり実力が高いのでそれなりな地位に行くんです。そして周りの人に、すごいね、よく頑張ってるね、すごい実力あるねって言われても、でもこの人たちはいやいや自分なんかって言うんですね。これは謙虚さで言っているのとは違って、本当に自分の心の奥から思っているんです。これは子供の頃に高い自己イメージと比べて今の自分はまだまだだというふうに思った癖から来てるんですね。ところがこれをもしやめてしまったら、このタイプの人たちは自分の向上心がなくなるのではないか、もし自分の実力に安心してしまったらもう努力しなくなるんではないかという恐れがあるんです。ですからこれをなかなかやめることができなくて、そしていやまだまだ自分はダメだというふうに思うんですね。この心の中の声がだんだんと周りに投影されて、そして職場での評価はなかなかあっても、でも世間からの評判は悪いというふうになってしまうんです。ですから40、50になったらそろそろこの癖をやめて、自分の実力を自分で認めるということをした方がいいですね。自分でいつまでも自分はダメだダメだと言って、もっと何かをやらなければ、もっと頑張らなければと言っているととても疲れますよね。ですからそろそろ自分を認めましょう。そして自分を認めても向上心はなくならないんだということをしっかり知ればいいんですよ。ではそれを直す誘導瞑想をこれから始めますね。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってくださいね。そこへ大人の自分がやってきて、こういうことを言ってくれます。では始めましょう。あなたは今までとても頑張ってきたね。なんとか誰よりも良い成績を取りたくてよく勉強したね。自分はまだまだだって思って常に努力したね。そのおかげで良い学校に入れたよ。でも良い学校では周り中よくできる生徒ばかりだから、またあなたは自分はまだまだだと思ってせっせと努力したね。そしてまた良い大学に入れたんだよね。そして一流の仕事をしているね。でもあなたの周りは常によくできる人たちばかりで、あなたはいつまでたっても自分はもうよくやったって思えなかったよね。周りが
すごいね、素晴らしいねって言ってくれても、あなたはまだ安心できなくて、いやそんなことないって思っちゃうよね。大人の自分はそんなあなたにお礼を言いに来たんだよ。あなたはもう十分努力したね。だから今素晴らしい仕事についていて、良い結果を出せているんだよ。本当は周りもあなたを認めているよ。あなたは本当によくやった。本当に頑張った。組織のために、社会のために。よく役立ってくれたよ。あなたでなければできない仕事もちゃんとやってくれたよね。だからもう安心して自分を認めなさい。あなたは努力が好きだから、安心して自分を認めても努力をしなくなることはもうないよ。だから自分を褒めようね。ありがとう。あなたはよくやってくれた。素晴らしい。大人の自分はあなたをとても誇りに思うよ。ありがとう。これからは周りのあなたを褒める声をちゃんと受け止めなさい。そして自分に言いなさい。自分は本当によくやってきた。自分は素晴らしい。そう思っていいんだよ。あなたは本当によくやった。ありがとう。